はい、こんにちは、私高校野球 .com 編集部の、川島でございます。鈴木純次です。よろしくお願いします。はい、今回ですね、広島のですね、指名予想を、していきたいと思います。まあ、ここまで B クラスと苦しんでいる広島ですが、まあ、小関さんから見ていかがですかね。もうこの成績が信じられないですね。こんな順位にいるチームじゃないと思いますね。だって、野手だっているし、鈴木誠也は全然活躍してますしね。大瀬良は抜けましたけど、野村はいいし、森下もね、新人を取るような勢いだし、フランスさんがいて、まあ、ジョンソンも悪いとか、いろんなそれはマイナス要因があるからこうなるんですけど、一人一人の選手層とか、野手見ても坂倉が出てきて、まあ、菊池はまあ、まあですよね。で、堂林が復活して、田中も去年よりはいいと。で、大森が出てきて、なんでね、これで5位にいるのか、本当にわからない。5位にいる戦力じゃないですよ。もう2位とかにいないとおかしな戦力ですよね。そう、巨人に優勝争いをしてる。そうですね。もう巨人の独走優勝というのはカープのせいですよね。まあそういう中でもやっぱり、あ、まあいろいろ立て直さないければならない点っていうのは多々あると思いますが、はい、ドラフト戦略としてはどういう戦略を取っていけばいいんですかね。やっぱりピッチャーはもう1枚先発欲しいなっていう感じがしますよね。まあ、来年大瀬良が戻ってきて、野村がまだいる、森下が2年目ですよね。ジョンソンはちょっとどうなるかわかんないけど、床田がいて、遠藤がいて、栗がいるというのは悪くないけど、もう1枚左の本格が欲しいなという感じがしますね。やっぱり早川ですか。早川ですね。もうスカートの動き見てても、やっぱ早川が一番欲しそうですよね。非常にマインドとか体の強さみたいなのも、早川選手は確かにカーブに合ってるんじゃないかな。カーブでもそうですね。早川っていうのは順調に来たいふうに思われるかもしれないけど、高校時代すごい有名で、はい、で早稲田に入って、ね、順調に来たと思われるでしょうけど、僕の目では下級生の時はあんまり良くないですよね。はい、かなり速い開きでボールの速さだけを求めてフォームを崩してたと思いますね。ちょっとこうスリークォーター気味でこっち側が早く動いてね、開いてっていうのは、それが今もう腕が上から出て肩の開きなんか全くないですよね。どこまで閉じてんだってぐらい閉じてて、球は離れも良くてっていう完璧なピッチャーになったので、本当に自分の力で努力してここまで来たなっていうのを思いますね。こういうピッチャーね、どうなんですかね、カープは好きなんじゃないですかね。大瀬良も似たようなところがあるし、野村も似てますよね。森下もいいフォームだし、こう綺麗なフォームで体も強そう、バッティングもいいわけだから、本当に全部揃ってますよね。まあ、全球団欲しいんだけどね、はい、でもカープはこの選手は特に好きなんじゃないですかね。まあ、他にもどういうピッチャーっていうのがいいんですかね。もし外したらということを考えますと、まあ、5球団ぐらい重複する可能性があるので、負けるとね、体の強い矢蓋とかね、ああいうタイプ、はい、栗とかああいうタイプをアジアの平内とか明治の入江とか、はい、ああいう体がでかくて練習で鍛えてもちょっと壊れそうにないっていうんですかね、そういう選手が歴代好みそうな球団ですよね。そうですね、ピッチャーも野手も本当眼力があるというか、結構カーブの成績でもいい選手を取ってるなって印象を受けるんですけど、いやもう育成力がすごいなと思って、今年一番に定着した大森って言いますね、育成から来た、こんな選手いたのかってもうびっくりですよ。本当にね、カープのスカウトの人にもね、すごいですね、いや本当に僕もびっくりしてとか言うんですよ。あ、そうなんですね。なるほど。だから小園もね、で、まあ、来年は出てくるでしょう。田中はちょっと衰えてるんでね、ルークさんも出てきたし、坂倉も、坂倉とね、相澤のこの争いはかなり見ものですけどね、はい、相澤がまだまだ衰えてないんで、これはね、もう本当にいい、強くガンって巨人をしのいでもおかしくない戦力だと思いますね。なるほど。じゃあ本当に、まあ、どういうこと、選手の選択と育成もやっぱ注目ということで。そうですね。わかりました。ありがとうございます。まあ本当に、まあ、カープ、まあ、
勝つ試合を見るともう本当にあの中継見ると本当に強い球団だなと感じる時があるので、やはり本当に来年以降またしっかり、戦略性を持った育成とまた指名育成を持ってまた、セリーグを盛り上げてほしいなと思います。これ以上が、カープの指名予想となります。